名古屋です。中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはドラゴンズの先発高橋宏斗がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。改めてお聞きします。バッターの近本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、とにかく足が速い、足でヒットを稼ぐようなバッターですね。なるほど、そうですか。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。これは低いところに持ってきました。いいボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。ツーボールツーストライクです。まあ、ここはゾーンギリギリを狙った勝負ですね。なるほど。インサイド落ちました。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。これは破っていきそうだ。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球ボール、ここは見送ります。打ちました、流しました。この当たりはどうか。三塁線落ちました。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。ボールが2つ先行、一塁ランナーが気になります。これが3球目。変化球、これは胸元へ。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ。最低限ランナーを進めてきましたね。さあ、この場面で打席には4番の大山が入っています。打ちました、これはどうか。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。ドラゴンズこれで2点ビハインドとなりました。
初球は何から入ってくるか。狙っていって空振りです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。内へ低めに変化しました。ボールになります。さあ仕留められるか。インサイド打ち上げました。高い打球センターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース先手を取りました。2対0、タイガース先制です。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の大竹。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは岡林。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。1球目狙っていって当たりません。打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。アウトコースは外れます。この球は外れています。またファウル。引っ張った。これはどう。一二塁間を破る。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは田中。まあ送ってくるんじゃないでしょうか。なるほど、そうですか。ランナー動きませんね。まあキャッチャー送球がうまいですから。バントしました。佐藤アウト。ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターは3番細川。ドラゴンズきっちりランナーを進めています。さあドラゴンズ点差を縮めていこうかというところ。打ち上げました。高い打球になった。ボール。インコース高めはストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが4球目。この球は外れました。ストレート打った。ショート取った。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには中田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが得点圏にランナーは残した状態。まあこういったチャンスをものにしないといけませんから今度はしっかりつなぎたいですね。なるほど、そうですよね。
最初は変化球できました。これが2球目。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。あー、完全にすっぽ抜けてますね。初球から思い切って振ってきました石川。外の低め見極めます。さあ3球目は何か。外、これは外れた。アウトコースに変化球が決まります。さあ追い込みました。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。さあこれで決まるのか。インサイド打った、高いバウンドになった。そのまま一塁に入ってスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回終わって2対0タイガースがリードしています。2回の表タイガースの攻撃、バッターボックスは6番シェルドン。ドラゴンズビハインドで迎える2回です。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。低めはボール。次が3球目。これはバットが泳ぎます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはファーストライナー。バッターは7番に入っている坂本。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球打ち切れました。ファールボール、ワンストライクです。ここもファールです。低めの変化球は決まりません。変化球空振り。バッターボックスは8番木浪。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはスタンドへ入りそう。切りました。ファールボールです。ストライクです。ノーボールツーストライクです。高め外れました。これもファウル。打ちました。高いバウンド、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。2対0タイガースがリードしています。
2回の裏になります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスディクソン。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうです。引っ張った。打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。バッターは7番に入っている木下。まずはワンアウトを取っています。初球はストレート、決まっています。高めに外れます。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じ。打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。8番バッターツーアウトになっています。初球空振りです。ファウルになります。外外れてボール。さあ4球目は何か。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低め外れました。3ボール2ストライク。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終了2対0、タイガースがリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。最初は変化球できました。いいボールが行きましたね。はい、外のストレートがストライク。ここは156キロを計測しています。ファウルになります。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。さあ6球目は何か。引っ張った。ファーストが取る。アウト。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター近本。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さあ2球目は何か。外
外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。まあ彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。そうですね。変化球タイミング合いません。3ボール1ストライクです。ストレート、3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打ちました。取った。一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターは2番中野。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや痛かったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が2球目。低め見送っています。ボール先行です。外の低めです。次が4球目。低めの球、手を出しました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2対0、タイガースがリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。この低いボールは外れます。ファウルになります。見逃して三振です。ワンアウトです。打順はトップに帰って岡林。ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。これが2球目。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました。あっと取れない。一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目。いいコースですが外れています。
ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。よく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ストレートを狙ってたんでしょうかね。あっと外れた。フルカウントになります。さあこれで決まるのか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ランナーが二塁と三塁では全然違いますからね。せめて右方向に転がさないと。はい、三振でツーアウトとなっています。これが初球、まっすぐから入りました。インサイド打った。高いバウンド、セカンド取った。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終了2対0タイガースがリードしています。回は4回の表に入っています。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。森下バッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ドラゴンズビハインドで迎える4回です。さあ2球目は何か。外へ持ってきました。さてこの森下どういうバッターなんでしょうか。まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。そうですか。またファウル。ワンボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。次が6球目。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。中田一塁そのまま入ってアウト。打順は4番大山。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。高橋まずは先頭バッターを打ち取っています。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。外れてますか。はい、低めわずかに外れてボール。内へ低めの変化球。ワンボールツーストライクです。空振り三振。打席には5番バッター佐藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。はい、低めのストレートストライク。156キロ。低めに外れてボール。4球目は何で来るか。外れました。ボールです。
低めの球手を出しました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。6球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスにはシェルドン、そして塁上には佐藤。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。どう動いてくるでしょうか。ここも空振り。さあ外してくるのか。ランナーここはスタート切りません。高めちょっと外れたか。さあ5球目は何か。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。いやこの盗塁は痛いですね。このピンチ見事三振を奪いました。得点を与えませんでした。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは中田。先ほどの打席はデッドボールでした。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニスさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。ボールになります。インサイド落ちました。ファウルになります。アウトコースのチェンジアップ、フルカウントです。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。さあ初球は何か。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ、向こうは閉鎖を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには6番ディクソン。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナー一塁です。インサイド見送っています。2球目打ちました。さあどうだ。一塁線落ちてフェア。ドラゴンズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。初球は何で来るか。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど。そうですか。いい当たり、わずかに切れてファウルボール。低めのボール打った。
ました。ファウルボール。これが4球目。今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。次が5球目。変化球打った。高いバウンドになった。二塁送球。二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終了2対0タイガースがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただまあどうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じですかね。ベンチの動きにも注目です。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。さあ4球目は何か。打った。高く上がった。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の高橋、この状況にどう対応してくるか。あっと低めいっぱい。インサイド打った。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。センター前ヒット。ドラゴンズさらにピンチが続きます。まずはボールから入りました。次が2球目。外の低め見極めます。高めにバットが出ました。154キロです。ストライク決まりました。ここは絶対抑えたい場面です。外の低め見極めます。これでフルカウント。ショートが抑えた。二塁アウト。アウト。ゲッツー。タイガース追加点を挙げました。3対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。低めの変化球です。打ちました。一塁を送ります。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3対0。タイガースのリード広がっています。
西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか？まあ、これまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね、修正整理できるんでしょうか。外に決まりました。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーに打順が回って先発の高橋宏斗がバッターボックスに入ります。まあ、ここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうですね。真ん中打ちました。切れていきます。ファウル、アウトロー外れます。アウトロー見送ってボール。9球目は何で来るか。変化球空振り、ツーアウトになっています。初球コーナーをついてきました。ストレートですね。はい、アウトコース空振りストライク、ノーボールツーストライク。切れていきます。ファウル、低めはボール。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、低めわずかに外れてボール。ボールになります。スリーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対0タイガースがリードしています。バンテリンドーム名古屋からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打席には2番バッター中野。今日は盗塁を1つ成功させています。ドラゴンズビハインドで迎える6回です。おっつけて打ちました。これはどうか、レフトが取りました。ワンアウトです。打順は3番森下。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。おっつけて打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。これが2球目。低めの球、あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。よく見ています。2
次が4球目。見逃して三振です。3アウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。3対0、タイガースがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃。2番バッター田中、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ドラゴンズビハインドで迎える6回の攻撃です。まっすぐで空振りを取ります。切れてますね、確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。変化球ボールになります。これが5球目。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。真ん中打ちました。ここもファールです。打ちました。取った。一塁へ。アウト。ワンアウト。打席には3番バッター細川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。取りました。一塁へ。アウト。スーパープレイ。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。まず何を投げてくるか。初球ストライク。インコースボール。今のはよく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。これが4球目。インコース打ちました。いい当たり。切りました。ファールボールです。引っ張った。レフトに大きな打球。伸びていく。どうだどうだ。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを置いています。この辺りで差を詰めておけるとまた展開が変わってきますからね。そうですよね。また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。このストレートは入りません。これが3球目。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6回終了3対0。タイガースがリこれから7回。タイガースの小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。そうですね、もうこれ以上点を取られると致命的になりますんでね、なんとかしなきゃ。豪快なスイング打ちました。レフトへ打球伸びる。6番バッターシェルドン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなし。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。
バッターボックスは7番坂本。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ボールになります。空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。スライダー外れます。低め見送っています。スリーボールツーストライクです。三振。スリーアウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3対0タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンドラゴンズの攻撃に入ります。初球ボール、2球目打ちました。この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。バッターボックス木下、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。決まってストライク。インコース外れてボール。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。これはどう、三遊間抜ける。木下今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。ここは打ち上げています。ライト掴んでツーアウト。バッターボックスには代打のビシエド、ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。あーよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。さあ5球目は何か。低めに外れてボール。
打ちました。弾き返した打球はセンターへ。近本が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7回終わって3対0タイガースがリードしています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。斉藤がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。アウトロー空振り、ノーボール2ストライクです。打ちました。打球はセンターへ。細川抑えてワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の大竹がバッターボックスです。完封を狙うでしょうから代打はないでしょうね。そうですね。ストレートが決まっています。高めのボール、弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。低めは外れました。ボール先行です。変化球タイミング合いません。次は厳しいところにしっかりコントロールしないと。引っ張った、ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。3対0タイガースがリードしています。8回の裏ドラゴンズ打順よく1番から始まります。岡林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後痛烈センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。さあノーアウトで反撃のランナーを一塁に置きました。バッターは田中、そして一塁ランナーは岡林。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。中途半端なバッティングで閉鎖。2球目打ちました。二塁アウト。一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには3番細川。今日はまだ当たりがありません。ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。この回のドラゴンズ打線ですがたった3球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。インサイド落ちました。これはどうか。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって3対0タイガースがリードしています。小宮山さん、ビハインドで迎えた最終回です。どのようなピッチングを期待されますか。いやもうとにかくね、最後全て出し切る感じで投げてもらいたいですよね。なるほど。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。はい、
この高めは外れます。ストライクが入りません。打ちました。打球はレフトへ。レフトが取りました。3番バッター森下、今日はまだ当たりがありません。斉藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド、高い打球右中間へ。ここは外野へのフライ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには4番大山、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。タイミングややずれています。さあ3球目は何か。ワンボールツーストライクです。高め見送っています。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3対0タイガースがリードしています。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いや本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね引っ張った。詰まりながらもレフトへ。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。打順は5番石川、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。まず打ちをついてきました。外は入っています。空振り。ワンボールツーストライクです。難しいボールですけどね、見事に捉えましたね。はい、初球ストライク。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。切れていきます。ファウル。これは低いところに持ってきました。さあ4球目は何か。インコースボール。ライト掴んでツーアウト。100球を超えていますが、まだ続投するでしょうか。
小宮山さん、どうご覧になりますか？どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。初球空振りです。次が2球目。中への変化球外れました。切れていきます。ファウル。打った。これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。改めてお聞きします、バッターボックスのどういったタイプのバッターでしょうか？まあ、パワーとスピードを兼ね備えた。打ちました。ファーストゴロ。これで3アウト。試合終了になりました。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。